はい、皆さんこんにちは。どうもヒロです。ピコピコメーカーパート2やっていこうと思います。早速、これが、友達に作ってもらった全面図、また別の友達です。これもしかしたら全自動かもしれないです。なんか全自動を作ったって言ってて、それがどれがそれなのか分かんないんですけど、ちょっと試しになんか全自動っぽい気がするんで、タイトルとかできるようになったらいいんだけどね。試しにちょっと触らず行ってみます。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、すげえ。押された。押した。鍵も取るのかい。あ、すげえ。あ、鍵取った。あ、すごっ。すごいとしか言いようがない。よし、じゃあ、はい、全自動でした。なんかマリオメーカーでも全自動が流行ってるみたいなんですけど、じゃあ次は多分もう自分で操作するやつかな。次行ってみたいと思います。はい、これ学校でねちょっとやらせてもらったけどね、マジでこれ大変。クリア、多分これは時間かかるかもしれない。一見簡単そうなんですけど、やっていきます。これ2つ目にこれ来たよ。これね、後ろからこれ来るんですよ。で、それをなんかこの連打でゴールまで行けっていうことらしいんだけど、あ、わかった。来た、頑張れ。待って、これマジでさ、おー、待って、こいつ早いんだけど、この大砲。うわー、これあともうちょいだな。これ待ってよ。おー、頑張れ。このマリオみたいなやつ、頑張れ。これめっちゃ指つかれるじゃん。あ、ちょっと待って、ちょっとよいしょ、パソコンじゃなくて机の上に携帯を置いてやってみよう。これできるか。左手の小指で右の矢印を押して、両手の人差し指で連打。お、これいける。よっしゃ。これきついよマジで。よかった、学校でめっちゃ連打してなんか頑張ったけど全然できなくてさ。はいはい、3つ目です。これは一体何ですか。全自動じゃないよねこれ。この羽、あ、何これ。あの羽取るとゆっくりになるんだっけ。さっきの全自動でゆっくり降りてったから、ちょっと、いや、あんまゆっくりじゃねえけど、ごめんね。え、あ、これ上には上がれないんだ。めっちゃ難しいじゃん。ギリギリを極めろってこと？なくす。ぬー、あ、これ絶対押せ。うわ、いやらしいなマジで。イエーイ。クリアしちゃったね。いや。はい。ということで、今回は3つステージやっていきました。最初の全自動はなんかすごかった。はい、ということで、次パート3、また誰かに作ってもらってそれをやっていこうかなと思います。コメントでも、もし作っていただければ、それをコメントで URL なんか貼っていただければ多分できるんじゃないかなと思うので、もしよかったら作ってください。そしたら僕動画でやるのでよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。